こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。大きく右に舵を切った豪州。ようやく目が覚めました。自国建造潜水艦計画も進んでおり、軍事開発は今一番豪州でも進めている。話を聞くだけでは世界第2位の開発力かと感じられるが、そこはちょっと違ってくる。では今回ロイヤルウィングマン計画について詳しく見ていきましょう。動き出したら早いですね。2020年9月15日、アメリカに本社を置く世界最大の航空機関連企業、ボーイング社の子会社であるボーイングオーストラリア社は、オーストラリア空軍と共同開発中の無人航空機のエンジンを稼働させた。人工知能を搭載し自律飛行するこの無人航空機は、ロイヤルウィングマン忠実な良機と名付けられた機体で、すでに2020年5月に試作機1機が納入されており、これに続くニュースとなった。このロイヤルウィングマンはオーストラリアボーイング社によっては3機の試作機が製造されることになっており、今回のエンジン稼働もその予定に則った開発プログラムの進行を物語る。ボーイング社にとってもロイヤルウィングマンプロジェクトは、全世界に向けた ATS、エアパワーアチーミングシステムの用となるもので、同社のアメリカ国外で最大規模のプロジェクトだ。また、オーストラリアにとっても、実に半世紀ぶりに自国で設計、生産などを行う航空機となっており、近代化を進めるオーストラリア軍の航空戦力の今後を占う上でも注目の機体だと言えるだろう。ロイヤルウィングマンは全長約 11.7 メートルの小柄な機体で、およそ 3700km の航続距離を実現するとされているが、忠実な良機の名が示すように既存の航空機に随伴するものとなる。ロイヤルウィングマンプロジェクトの総開発費は2900万ドル。日本円にして約31億円ほどと言われており、3機のみの試作機の費用とはいえ、そこまで高額なコストではないようにも映る。これは、ボーイングオーストラリア社でも、こうした無人航空機に求められる低コストで、かつ高性能であることの両立を図った結果であり、開発に関する費用自体は、オーストラリアが全て拠出している。このことから、ロイヤルウィングマンは最新のデジタルツイン技術を用いた設計がなされ、特殊な樹脂を配合した素材を使用、費用対効果の高い機体とするべく計画が進められている。現在の予定では、今回の地上でのエンジンの稼働を経て2020年内には初飛行を目指しているとみられるが、機関部そのものがどういった形式のものかは公表されておらず、既存品の流用の模様だ。ボーイングオーストラリア社では、ロイヤルウィングマンの機体開発と並行し、人工知能を、さらに小型の無人航空機 UAV に搭載。これが独自に目標を検知し、自立して対応することにも成功しているという。
ただし、ロイヤルウィングマンプロジェクトは、現在のところ順調に推移しているように感じられるが、大元のボーイング社自体はこのところ、軍需部門では、ライバルのロッキード・マーチン社に水をあけられている。これは、ことに、戦闘機で、顕著な傾向となっており、ロッキード・マーチン社が、第5世代戦闘機の F-22 ラプターや、現在、世界各国が、調達を進める F-35 ライトニング2などでシェアを、高めているのとは好対照だろう。かつてのボーイング社は、旧マクダネル・ダグラス社の F4 ファントム、F15 イーグル、AV-8B ハリアー II、FA18E、F スーパーホーネットなど、アメリカ軍の主力戦闘機をことごとく占めていたといえる。現在、これらの後継機を、ほとんどすべてロッキード・マーチン社に、奪われている現状からは、こうした過去のそうそうたる経歴の面影はなく、無人航空機の需要に軍事部門の活路を見出そうとしているようにも見える。しかし、例えがいささか貧弱かもしれないが、乗用車の世界では電気自動車が出現したことで、テスラモーター社という新興企業が急成長したように、無人航空機も既存の企業も安泰とはいかなそうだ。例えば、アメリカで開発中の無人航空機 XQ-58A ヴァルキリーは有名だが、これを開発しているクラトス社は、従来は標的用の無人機を手掛けていた企業で、直接戦闘機製造を行っていたわけではない。無人航空機 XQ-58A ヴァルキリーは100機以上の生産ロット数ならば1機約 2.2 億円ほどで生産できることを目標にしていると言われ、有人航空機のように操縦者はもちろん、機体の損耗も織り込み済みだ。2020年2月の時点でクラトス社は、アメリカ空軍との正式な契約を締結する前に、すでに、自らの資金で無人航空機 XQ-58A ヴァルキリーの生産体制に入ったとされており、契約への自信が伺えた。期せずして、2020年9月27日、アゼルバイジャン軍とアルメニア軍の戦闘が、ポツポツ、初戦では、多数の無人航空機を要するアゼルバイジャン軍が、優勢に戦いを進めているとも報じられている。アゼルバイジャン軍の保有する無人航空機の中でもイスラエル製の、自爆型兵器、スカイストライカーの戦果が高い様子で、主として、偵察用途の無人航空機しか保有していない、アルメニアは不利なようだ。この戦いの戦果によって、今後、ますます安価な攻撃型の無人航空機の需要が、陸続きの小国を中心とした、紛争地帯で高まることになると思われる。